皆さん、おはようございます。上野貴子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は7月の21日木曜日ですね。お天気はどうもね、世田谷、この辺では雨が降っております。えー、予報の方は曇りとなっておりますね。えー、雨上がるといいなと思います。それでは今朝の 1句では松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います芭蕉は生涯に千0 0 0句余りの句を残したと言われておりますけれどもその中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思いますそれでは今朝の1句松尾芭蕉199番目の句です 琵琶湖の。夜や。三味線の。音。あられ。琵琶湖の。夜や。三味線の。音。あわれ。千六百八十五年。松尾芭蕉。四十一歳の。句です。 それでは解説してみますね「三味線の音があられのようになり響き渡っているまるで琵琶湖の八狂位の詩にある線虫のような夜であるな」。 このように場所は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに中身を見てみましょう。えー、今日のこの句、まず俳句五七五の17文字17音のリズムから見てみたいと思います。えー、上語、美は、こう、の、と5文字で始まっております。そして中七が、よや、 シャミセンのと、ちょっと中でね、一回キレが入っておりますが、一応7文字のところで区切りはついてますね、言葉の。よや、シャミセンのということで、まあ2つになってるけど、合わせれば7文字。そして、もう1つ下語があって、音、あ、 ラレとと文字となっておりますですので今日の句は五七五としてはちょっと波長の真ん中が熊たがりという形の、えー、句になっております全体では五七五17文字17音に収まっているということで、えー、熊たがりの句ということになりますね えそれではさらに中身内容なんですが、えー、今日のこの句、季語はというと一番最後の、えー、音あられというあられというのが空から降ってくる、はらはら降ってくるあられのことで、季語としては冬になるんですね。えー、ですからこれは 冬の句かなということがまずわかると思います。そして、さらにですね、これはちょっとですね、いろいろ調べてみなければよくわからない難しい内容が書かれているんですね。というのが、まず最初、琵琶湖の世や、まあ、意味合いの区切りからいくと、琵琶湖の世やまで続くかな。 ということになりますね。そうすると、何やら夜であるようだと、琵琶湖、ここが問題なんですね。琵琶の夜とか、琵琶の旅とか、そうではなくて、琵琶湖と書いてある。これは一体何だろうということで、えー、ちょっとね、調べてみました。すると、これは、なんとですね、塔の 八虚位の詩であるということが分かったんですねでこれは、えー、七五湖詩という八十八区からなっている八虚位の詩であり甲州芝に左遷された翌816年の秋の柵である という八教委といえば日本ではないですから、えー、これは詩といっても俳句や短歌とは違って、まあ、全然こう長いわけなんです。88句からなっているということでそしてこれはですね日本では「超婚花」とちょっと聞いたことありますよね。この歌と いうまああのー、有名な詩これとよく併称されているということなんですね。の琵琶湖という、えー、歌があるということなんです。でここでこの奥だけだと「発狂医」だとかその詩である、えー、歌であるということ中国 の、えー、残した当の頃の詩であるということは琵琶湖の「よや」って来ただけでは、えー、調べてみないとねちょっとわからないです。でもこの場所はお坊さんであり江戸時代なので、えーまあ、俳句をやるにあたって漢視の勉強などもされているお坊さんであるということもあり琵琶湖 というそのタイトル魂歌ってよよく聞きますよねこれと同じように琵琶湖というその有名な八虚偉の詩があるそのタイトル自体をもうここで句の中に読み込んでいるわけなんですねですからまるで琵琶湖のような八虚偉の詩に読まれているような夜であるなということを場所はまず 歌っているのではないかなと思います。えー、の国の発狂が読んだ。琵琶湖のような歌だ。だまあ、琵琶っていうのはですから、日本にある琵琶湖のことではないですね。美はこう琵琶を弾く琵琶ですからこう。 えっとですね、八教委が書かれているのは、えー、この船の中で琵琶を引く身の、えー、ものがいて、その身の上がすごく儚い身だ。 とということで、えー、そこに、えー、長安の詩、まあ、であるということなんですけれどもねその琵琶の弾き語りのものがいてそのものがまあこれ女であろうというふうにいろいろ調べると書いてあるんですけれどもの琵琶の弾き語りの,あの身分がねいろいろと大変であったであろうその弾き語りの女がいるその女の身の上を琵琶でで 弾いている。それに、こう、同情してみんなが聴いているというような、そんなような琵和光という、えー、詩がある。それは、左遷されたことを、こうね、いろいろ悲しんで書いた超婚歌 日本では有名な長婚歌。これと併用されて、唐の八狂の有名な、えー、琶をの弾き語りの女の哀れを歌った歌がある。えー、船の中で、その女がね、えー、ビの弾き,弾き語りで、えー、悲しい歌を歌って、身の上を歌っているという、そういう歌がある。ですから、これはその、えー、琶の弾き語りの、えっ、ー、と、悲しい女 の生涯を思わせるるようなな夜であ,るなあということが、えー、ちょっとね場所をのくからは深い意味がありますが美はこうということで読み取れるだろうそして次に下に来るのが三味線の音あられと来ておりますですから三味線ここでは はこうと歌っているけど江戸時代に琵琶を弾いているものを場所が哀れんでこの句につけているのではなくて三味線の音を弾いてこの句と対比させてるんですね。 三味線の音があられのようにハラ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 パパン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 ツランタンチャンチャンチャンということで三味線を弾くまあちょっと芸事の風情が混じりますかねそういった三味線の音があられのように激しばばが降っているまあどうかな東北の方のえっと今で言えばね えー、日本でもそういうね三味線、えーまあ、風情がありますよね風情もあるしちょっとこうすごくこうあられのように降るっていうその例え分かるような気がしますよね、えー、東北の方なんかでも、えー、よくね聞きますけれども、えー、そういうあられのように三味線の音が 鳴り響いていてる激しく鳴り響いているそんな夜場所は日本のその三味線の音があられのように鳴り響いているその三味ミの音がすごく迫力あるな感動したなというような意味なのかなと思います。そこで場所はその三味線の音を聞いて八狂位の 琵琶湖というこの、えー、と女がね琵琶、えー、の弾き語りで、えー、自分の身の上を語っている感動的な哀れな琵琶湖という塔の発虚偉の書いた詩を場所は三味線のすごい迫力のある音色を聞いてあられのように降り,降り注ぐような三味の音を弾き感動するものが あったんですねその音を引いて場所は八教委が書いた「琵琶湖」という有名な漢詩を唐の時代に書かれた詩を歌ですね歌を思い出したという、えー、そういうこれはよ「与やってなってますからそういうこう 何か感動的な素晴らしい三味線の、ね、音色を弾き語る、えー、まあ旅の、えー、弾き語りだったんでしょうかねそういうものにゴゼっていうのかなんかこうね 場所はえー、巡り合い。そしてその時すごく感動的な。三味線のあられるように降り注がれる。音色のいい音色の響きに感動的な響きに場所は出会った。そして、これを場所はこの短い俳句の中で言い表すのにね。八狂医が書いた琵和湖の夜やとこのように例えた。まるで琵和湖の女の弾き語りを聞くような。 素晴らしいシャミのあられのような音色の夜ですね。と、そういうことを物語っている句かなと思います。それでは、今日の、えー、今朝の一句、最後にもう一度ご紹介したいと思います。場所199番目の句です。 琵琶湖の夜や三味線の音あられ琵琶湖の夜や三味線の音あられ1685年松尾芭蕉41歳の時の句です。 それでは今日はこの辺で。バイバイまた明日さよなら